皆さん、こんにちは。ジャパニーズ・イン・ジャパンのさくらです。日本では5月5日が子どもの日で、町や家の外には鯉のぼりが飾られています。これは日本の伝統行事で、子どもたちの健康と成長を願う特別な日です。東京スカイツリーで開かれていた鯉のぼり祭りに行ってきたので、今日はその日の様子をお届けします。最後まで見てくれたら嬉しいです。この日は浅草駅から歩いて東京スカイツリーに向かいました。浅草と東京スカイツリーまでは歩いて30分ほどかかります。浅草には伝統的なお店や家が多くあり、日本の文化を感じることができます。また、浅草では人力車といって、人が引く車がたくさんあり、近くの観光地に連れて行ってくれます。ゆっくり街の景色を楽しみながら、観光地の説明を聞くことができるのでおすすめです。浅草には浅草寺や雷門といった有名な観光地がたくさんあります。海外の人からも人気の場所です。歩いていると、日本で有名なアサヒビールという会社のビルの上に、金色のオブジェを見つけました。これはフランスのデザイナーが燃える火をイメージして作ったものだそうです。ここも観光客の写真スポットになっていました。だんだんとスカイツリーが大きく見えてきました。スカイツリーに到着するまでまだ15分ほどかかりますが、ここからでも迫力があり、とても大きいことがわかります。ここでは船に乗っている人を見ることができました。スカイツリーに向かう途中に自動販売機を見つけました。これはお水やジュースなどが売っている飲み物の機械です。日本には自動販売機がたくさんあります。こちらはアイスクリームの自動販売機ですね。学生の頃に学校帰りに友達と自動販売機でアイスを買って食べていたのを思い出しました。ゴミ箱を見つけました。左はペットボトルや缶、瓶。右はその他のゴミを入れるようです。このペダルを踏むと、蓋が開きました。
スカイツリーに着きました。見てください。近くで見るととても迫力があります。東京スカイツリーは2012年に建てられました。高さは約634メートルで、日本で最も高い建物です。中に入って展望台まで登ると、東京の街を360度見渡すことができます。夜にはこのようにライトアップされ、とても綺麗です。スカイツリーの周りには、レストランやお店、水族館などがあり、観光地としても人気です。さて、今日の目的地に着きました。たくさんの鯉のぼりが川の上にあります。約1500本もの鯉のぼりがあるそうです。さまざまな色の鯉のぼりが列になってきれいに並んでいます。ここで鯉のぼりについて少し説明をします。鯉のぼりとは、魚の一種である鯉の形をした旗です。鯉は非常に強い魚で、川を登ることができます。昔は川を登って、竜になると信じられていました。このことから、子供たちが困難を乗り越えて、強く成長することを願って、空に掲げられます。鯉のぼりには、いろいろな色があり、それぞれ、家族を象徴しています。一般的に父親を表す黒い鯉のぼりの次に、母親を表す赤やピンクの鯉のぼり、そして子供を表す様々な色の鯉のぼりが飾られます。色や大きさが異なる鯉が空を泳いでいるように見えます。とても迫力があって美しいですね。この日は休みだったので家族が多く、親は鯉のぼりと一緒に子供たちの写真をたくさん撮っていました。皆さん、いかがでしたか？鯉のぼり祭りに訪れた人は、とてもいい思い出になったと思います。皆さんにも、この動画を通して、日本の素敵な春の行事を感じてもらえたら嬉しいです。それでは今日の動画はここで終わりにします。ご覧いただきありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録がとても励みになるので
ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。